はいどうも、ネクロスです。さあね、今回もブレワイ還元戦やっていきましょう。前回ね、このヘビロクコーチに来たところからなんで、確かね、ここに試練の祠があったのと、この上にもライネル君がいたので、倒していこう。前回ね、金色ライネルにグレードアップしていたんで、この上にいるのも、おそらく金色でしょう。うわぁ、絶景やなぁ。すごい高度。-28°。やば。凍りつくぞ。でもこの、晴れた雪山ってのがね、また綺麗っすわ。そしているね、金色ライネル君。だがね、昨日と違って今回はウルボザがね、復活してるんで、ウルボザ使いながらミハーもいるから、最悪死んでも大丈夫。ただ前回で5連弓の爆弾矢がなくなっちゃったので、だから3連弓の爆弾矢になるけど、使っていこう。まずは方向するのは分かってる。で、ヘッドショット、よしよしよし。で、ちょっとだけ殴って乗る。で、前回取った攻撃力104の体験で、しっかり万足装備で攻撃力 1.5 倍も適用してるんで、おい!よしよしよし。いいぞ。さあ、来いよ。そう来るか。はい。これはもうしっかり盾で防いでいって、その隙に殴る。よしよしよし。いいぞ、いいぞ。安全に行け。それか。これは後ろ側に回ろう。もう宝箱ある。今、こっちに行って。こっちにと音聞こえたけど。で、槍ライネルってほら、絶対に距離取ってくるから、その場で殴ってくる攻撃は、行動パターンには一切ないから安全。まあ、剣ライネルとか体験ライネルとかは、もうそのまま殴ってくるのあるけど、ほら、絶対に引いてくるから。で、これもしっかり立てて、防いで、あ、7本立て壊れたか。まあいいや。消耗品はいずれ、なくなってまうからな。ヒットショット。よし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 。ヘッドショットで止めます。で、ちょっとだけ殴って上に乗って攻撃力107の体験で、行くぜ !1、2、3、4、5! からのバルトタイム。いいね、いいね。で、多分方向が来る。方向が来るから、できる限り殴る。よしよしよし。いいぞ。で、これは弾いて、よしよしよし。どんどん殴っていけ。で、絶対距離取る。爆弾、いやー引き絞んなが遅いね。ほい、よしよしよし、楽しいぞ。いいぞライネル。あ、もう壊れるか。壊れろ。壊れろ。あと一発。やっぱライネルと戦ってたら楽しいな。これはもう壊れてまうから別の剣に変えていくぜ。まあ、マスターソードほど火力は出ないが、マスターソードバシン。よしよしよし、しっかり休憩するやぞ。マスターソードも、あ、もう方向来るんか。ヘッドショット。よーし。いいね。もうこのノリで終わりなんじゃないかな。さあ、フィニッシュといこうか。フィニッシュできなかった。これで終わりかな。うぃー。楽しい。ライネル戦マジ楽しい。で、ここの宝箱の中身は何やろ。お、爆弾や、いいね、いいね。爆弾やが一番欲しい。で、この弓は、お、ゴレ弓じゃん、これ。多分これゴレ弓は今落ちてるの、これ。はい、来ましたー。よし、ゴレ弓いいぞー。もっともっと集めていけ。あ、っていうか待てよ。っていうか待てよ。武器、増殖すっか。まずね、増やしたいのが、この攻撃力104。この体験を増やしたいから装備しておいて、で、連射弓が、5本ぐらいあるのが条件。あと雷の矢ね。電気なんか。で、この状態、この手に持った状態にして、捨てる装備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 。で、アイテム画面見るとリンクが剥げます。まあ、このバグ技については前、動画出したから、それ見てもらえるのが一番早いかな。で、この状態にして、アイテム切り替えるガタンって音がしなかったら、これでアイテム増やせれます。これでこれ捨てて、そしたらあとは拾うだけになるんやけど、まあアイテムポーチの空きがないから、まあいらんやつは捨てていこう。巨岩砕きは置いとくか。この辺捨てていこう。ほら、これで攻撃力104の体験が2つに増えたと。で、さらにこうやって、なんぼでも増やせれるから、このバグやばいでしょ。まあ、詳しくは覚えてたら概要欄に やり方の動画載ってとくわ。昔、1年ぐらい前かな。解説動画出したから、よかったら見てね。ほら、どんどん増えてく。
重心の体験がどんどん増えていく。オッケー、これでポーチマックス重心体験だったね。で、あとは弓を拾って元に戻して終わり。で、片手剣もちょっと増やしたいので、まあ溶接の剣いらんな。フェアデナイフももう全部この重心の剣に変えよう。これが一番強いでしょ。よし、これでオッケーかな。うわうわ、もう大変なことになってしまった。武器ポーチが大変なことになってしまったわ。じゃあここに置いていこう。この武器たちはここに置いていこう。そしたらこのまままっすぐやね。噛んだわ。まっすぐやね。あー、見えた見えた。よくしょー。いやー、縦サーフィンは気持ちいいわ。でも雪山ってやっぱり寒いからさ、あんまり生物が住めないよな。だからあんまりね、もう あの霜降りリザルホスぐらいしかいない。それとかライネルとか、まあ、たまにボコボリンもいるけど、そんなポンポコいるってわけでもないからね。あんまりこう戦闘がないと楽しくないような、やっぱ戦闘狂の俺からすると。あ、宝箱ある。宝箱を逃さない。はいよ。中身はなんだ。ん、絶対開かないでしょそれ。月光のナイフいらないな。さあやってきました、ヒマコササの祠。力の試練極意。早速増殖させた武器を使っていこうか。ボレン弓の爆弾矢に変えて、万族装備で、ビタロックで、最初ビタロックで止めて、無双するか。さごい、盾持ってるやつか。その場合は、まずは盾を構えていない時にビタロックで止めたい。今、行くぜ。さあ、どんぐらい出る火力が。こいつ HP なんぼあんの。めっちゃ減ったんですけど。うわ、3000あるやつもこんなに削ったんか。やば。やべえな。さすが攻撃力104。やばいっすね。よっしゃ、クリア。克服の証、4個目。ハートの器、これで19個目かな。いやー、器が大きい男になってきましたな。それじゃあね、左下、ここがね、最後の、副教官の大妖精が眠っているらしいので、まあそこに行きたいねんけど、その前にここでさ、確か、広大なギルド砂漠を渡るなら砂ざらしは必須ざらしよ。一乗りたったの20ルピー、盾がないなら50ルピー。借りよっかな。盾はあるからいいや。あ、もう最初から盾。王家の盾でやってるね。砂漠ではね、盾の耐久値って、なんだ、盾の耐久値ってのは消費しないんで、特に気にせずやっていけるかな。砂ざらしラリー受け付けやって。あ、なんかミニゲームあったよな、砂ざらしの。まあ、それは後ででいいかな。うわ、エレキースがおる。逃げろ、逃げろ。あ、なんかオアシスあるな。オアシスがあるぞ。まあ、右下じゃなくて左下、行こう。ダルケさんも帰ってきたことやし。戦闘名も十分やな。ここってさ、モルドラチークおるかな。いるね。降りよう。モルドラチークのね、簡単な倒し方があって、まあ、ゴレン弓の爆弾矢にしておいて、とりあえず一旦蛮族に変えます。ダルケルさんがいたらね、お前邪魔や。こっちおいで。爆弾食わしたり本来するねんけど、ダルケルさんがあったら、お、やめろやめろ。ダルギルさんを使って、上に上げてもらって、ここでバレットタイム。そしたらほら、ほら、こういうことです。爆弾矢も存分に使っていけ。オッケー、ワンタンキル。お前何やお前、喧嘩撃ってんちゃうぞー。つえー。はい、あ、びっくりした。死んだかと思った。甘えてるだけか。甘えてるとか、じゃれてるだけ。うわ、なんか寒くなってきたー。さあ、モルドラチークさんはす、待て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 、ほいよ。くっそ、こいつ、死体にもダメージ判定あるからな。モルドラチークの肝、なんかバネみたい。モルドラチークね、背びれがいっぱいある。さあ、宝箱。こいつ二つ落としたね。ライデンの体験。まあ、いらないな。これは王家の盾。いいね、いいね。ロイヤルシールド。なんで英語で言ったんや。全部67やな。なんか、67に好かれてるな。
ていうか砂ざらしってめっちゃやめろ。くっそこいつなんでこんな強いの、おかしない。やめろやめろやめろ、ファイヤー、よしよし、エレキエスの強さ異常やな。処刑場跡、おっ、またモルドラジークいるんですかい、こっち来いよ。処刑場跡ってことはサブクの処刑場の跡地とかかな。はい、これでヘッドショット判定とかあるんかな。待って、もう古代ヤ使うか、どうせ古代ヤももったいぶって使わんしね。はい、終わり。さあ、たくさんのラジーク素材と大きな意味耐久アップ大、まあいらないな。やめろ、骨骨やめろ、骨骨ザルスカレーやめろー。あ、砕けた。砕けた。大きな意味またか。あ、あれじゃない、あのでっかい骨、確かね、骨の中に祠があって大妖精の泉もあってみたいな、確かそんな感じだった気がする。これ、うわ、でかっ、モササウルスみたいやな。よっしゃ、到着。ハワカイの祠の前に君を解放しようか。ポカポカハーブ1万ルピーもあれば十分、1万ルピーもあればっていうね、どんだけこいつは貴族の娘なのや。やっぱ太ってるんよなぁ。もっとスリムにならんかったんかね。むせてるし。さあ、ラスト。なんか戦闘 BGM 聞こえるんですけど。何ですか。さあ、服を強化してもらい、ライネルのやつができない。オルドラ、フロドラ、ネルドラの角のかけらがいるのか。肝は足りてるっぽいね。これやってもらいたいのと、あ、ハイラのズボンもいけるね。強化してもらおう。ハイレのズボン星4、いいね、最大強化。ああ、これ英傑の服にもフロドラの角のかけらいるんか。これ絶対星2の強化にフロドラの角のかけらってことは、星3星4の強化に絶対ネルドラオールドラ来るでしょ。集めとこ。バイバーイ、ありがとね、強化してくれて。一番ね、見た目が気に入ってるこの装備、ちょっと寒くなってるけど、この装備がね、一番見た目かっこよくて好きなんやけど、これのうちのもう頭とズボン、この二つがね、もう防御力最大まで強化できたから、あとはもう英傑の服だけやね。エレキの伝達、ハワカイの祠、これもまた電気を伝っていくんやと思うけど、これで待て、そこの柱の上に乗せるんやな。あ、落ちないで。で、こっちにも、あ、いけた、やったぜ。なんか難しそうな仕掛けやな。これこうしてこうしてこうやな。待て、あ、危ない危ない危ない。ビリビリになるところやったわ。待って、あそこゴールなんじゃない、ウィンドボールで飛んでいったらあかんのかな。古代のこう、あー、いいね。ちょっと一旦ウィンドボールで飛んでいってみるか。おやべ、狙われてる。やめろ。はい。ここまで来ます。あ、でもなんか、ここになんか置くっぽいな。待って、なんかあっちあるぞ。やめろ。なんかあるぞ。歯車があるな。これ多分もっ、なんかやるんやろうな。スイッチオン。なるほど。こうして、これでどうや。これで一番右以外は通るんじゃない。あ、違う。違うわ。
これを一本逃すんやな、右に。で、真ん中が落ちてくるから、お前をビタロック。ナイス。天才なんですね。いいぞ。さあ、この中は、ルビーと見た。惜しい。めちゃめちゃ惜しかった。で、こいつ持っていくんやな。で、今度、レンコンくんを真ん中に刺すんでしょう。うまいこと刺せ。よーし。動かなーい。なんでー。あ、マスターソードくんも回復した。これ、祠の中やったら強くなるってわけではないか。やめろやめろ。怖い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 。立て立て立て。しっかり立てて、それでいけ。はいはいはい。オッケー。これやな。こいつを回収して持ってくんやな。あそこに置きまして、どうや？よーしよしよしよし。克服の証、1個目。というわけで今回はこの辺にしたと思います。じゃあね、次回はここら辺にさ、なんか、あ、これか。砂ざらしらい受付とかあるし、他にもね、試練の頃多分砂漠この辺にも多分試練の頃あったと思うから、まあそこら辺もやりつつ、ストーリーもどんどん進めていきましょう。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。またな。